やあ翔くん、今日も面白映像や放送事故を軽くいじっていく。さあゲームの始まりよ。パトカーの事故を目撃した人の話し方が放送事故。いや、パトカー事故っちゃダメでしょ。で、その事故を目撃した人の話し方が放送事故。戦場カメラマンの渡辺陽一さんみたいな、なんか独特な喋り方なのか。わっぜ、音がしっせよ。あたいな、計算台風かと思っせよ。外に出てみっせよ、もう。貴様、何人なんだよ。何言ってか、全然わかんないんですけど。そこら辺を見たぎな、泥の向かいに荒れてた警察が通ったよ。迷子手現状を持って見てみっさよ。相方も左角ぶっつけっせよ。で、警察官が自分で自分すらよかなんかだろ。鹿児島市でパトカーの自損事故があったのよ。鹿児島の地元テレビ局がそのニュースを伝えた際、現場近くにいた人は取材に答えていた。ってことは鹿児島弁か。鹿児島の人ってあんな感じなんだ。秋葉原で発生したオタク狩りについて。昔あったな。オタクから現金とか物を奪っちゃうやつでしょ。これは秋葉原にいる若者にインタビューをしてるところだな。気をつけていることは、こいつなりの何か自衛方法でもあるのか。服装ですね。いや、服装でカバーできるとは到底思えないんですけど。オタクっぽい服装をしないで、普通の服装をして、自分はオタクじゃないぞっていう感じで。なるほどなぁ。でも、顔がオタク顔なんだよね。それに服装もなんか危ないぞ、この人。明日はそんな感じなの？チェックのシャツに、リュックサックに、紙袋。それすなわち、オタク三種の神器じゃねえかよ。よくこれまで駆られずに済んだな。危ねえからしばらく秋葉原来んな、お前は。バドミントンの試合中に大怪我。バドミントンでそんな怪我する？サッカーとかラグビーとかならわかるけど、何があったんだ？仲間にぶつかって怪我しちゃうの？どうした？足くれた？くそやろ？はみ出たんだった？そんなことある？いや、これいくら対戦相手とはいえ、怪我させちゃったら心苦しいというか、あのスマッシュ打った選手、気が気じゃないでしょう。水分補給はすごく大事で、もう苦しんでバレちゃうぞ。普通気になるやろ。